ラドビー戦争母、デンマーク戦争母とは、船の船体を遺体を収める棺として、用いたり、あるいは船そのものを副葬品として、遺体と共に埋葬した形態の墓や墳墓を指す、語である。船装母、船装、船葬、船乾葬などと表現されるケースもあるが、船装や船装といった場合には、船に遺体を乗せて海などに送り出す、水葬の一種を指す場合もある。 本校で言及する船相母と言われるものは船体を用いるものであるが墓そのものは陸上に存在するものである。船相母の習慣は主にゲルマン人、特にバイキング時代のノース人に多く見られる。また、フィリピンの原住民にも船相母の慣習があるとされる。また、デンマークやスウェーデンでは、 石や石柱を船の形に並べその内側に個人を埋葬するストーンシップと言われる墳墓遺跡も見られる。発掘時の極スタ、船栗船を転用した船、船棺は、弥生時代後期の大阪府東奈良遺跡で2機発見されている。ただし、埋葬するに及んで単に棺に転用した可能性が高い。日本では死者を展開に運ぶ船、船と鳥、 死者の霊魂を船、船に乗せ、鳥に案内させて、太陽の元来世に導くという焦点思想がある。ありがとうございます。